ペティス選手、サイズある、リーチもある、パワーもある、センスもある。でも堀内選手グラウンドで1本取ってるし、特に UFC 初期の時代はめっちゃパウンドで勝ってたの、うんうんうん、バーンって効かせてパウンドがやばいの。だからトップコントロールも強いと思います。ペティス選手は下に行きたくないですよね、うん、って考えるとどれくらいうまく当てられるのか、うんうんうん、でアーチレッターより危険じゃないですか。もっと速いし、うん、パウンドももっと重いと思いますし、うん、そういうフィアがあるからね、恐怖があるから、そのセンス当て感っていうのがちょっと削られていくと思うんです。そう、自分の道具の豊富さは相手の特徴を削るっていう特徴があると最近僕は考えています。 OK、 じゃあ直人の勝敗予測は分かると思いますよね。堀口選手、堀口選手結構うまく勝つと思います。判定、うん、 OK。あ、でも結構一方的な展開で、うん、あまりペティス選手当てられないと思います、ね、うんうんうん、そうだね。まあそこまでペティスがグラウンドができないっていうところはないと思うけど、あとグラウンドに行ってもダメージを受けず立ち上がれられる、立ち上がることができると思う、はい、だけどやっぱり堀口選手ってその道具が多いから、その攻撃か攻撃じゃなくてもカウンターとかも混ぜたり、そのパターンを変えるのができるんですよ。例えば蹴りを狙う、パンチを行く、パンチで行く、うんうんうん、タックルを取る、うん、それ全部どんな順序でも混ぜられるから、はい、あとはそれ、じゃあ攻めないカウンターを狙う、それもできる。でそれが全部スーパードゥーパースピードだから、あそれ結構大きいね。あだから堀口選手がリードしてペタスがそれにずっと追いつこうとするパターン展開になると思う、うん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 、でもそんなダメージをいっぱい与える堀内選手はあんまり想像できないね。ペタス選手も強いので、はいはい、でも判定で堀内選手が勝ちますね、うんうん、いや僕の優勝予測は判定堀内選手でいきます。いや堀内選手に勝ってほしいですね。勝ってほしいです。勝ってやっぱりベラトールのベルトはいらん UFC のベルトが欲しい